高根桜は、バラカ桜属の桜。日本に自生する10もしくは11種ある桜属の基本野生種の一つ。山岳地帯に生えることが多いことから、別名は峰桜、ミネザク亜寒帯を中心に、千島列島南部、北海道、本州の中部山岳地帯の標高1500メートルから2800メートル付近に分布。遺伝的に、北東集団と、 南西集団に大別される。分布域からわかる通り、日本に自生する野生種の桜としては、最も寒さに強い種である。低標高で環境が良ければ10メートルを超える高木に、育つが、標高が高い風の強い場所だと2メートルほどで、地を這う低木となる。樹形は坂月型。直径は2から3センチメートルの小林から、中林の一重先の花を咲かせ、花弁の色は、 淡紅色で花の芯に行くほど色が濃い。花と葉が同時に展開する。花器は遅く定地で最も早くて5月上旬。鉱山帯で6月で、本州で一番遅く咲くのは北アルプスの標高2800メートル付近。それでも鉱山帯では早く花を咲かせる種となるため、開花が目立つ。東京に植栽した場合の花器は4月上旬であるが、 通常は夏の高温や乾燥で枯れてしまう。分類学上の種としては高根桜だが、その回分類の編集レベルでは高根桜と千島桜に分類される。2010年代後半時点では、葉の両面、葉平、花平などに毛がないものが高根桜、毛があるものが千島桜と分類しているが、個体により毛の長さにばらつきがあり他の多様素を考慮に入れていないため、 分類として、不適当で再検討が必要であるという。根室市が旧気象庁根室速攻所の千島桜を標本機として、日本で唯一千島桜を標本機として開花発表をしているほか、清高寺に明治時代に国後島から移入された千島桜が植栽されている。根室市の夏季は5月下旬となり、日本の市政権が及ぶ平地では最も遅く開花する。 日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。